はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、ベイブレードトーナメント2017年の A ブロックを今回からやっていきたいなと思います。はい。コメントでいただいた皆さんの改造例、はい、これをですね、元にバトルしていくわけですね。はい。その中で、一番最強の改造、どれかっていうのを今年も見つけていきたいと思います。はい。はい、1回戦の第1試合はこちらですね。はい、ビクトリーバルキーのヘビーウェイトと、マット・ミノボロス、クォーター・ユナイトですね。ユナイト、そして第2試合はジリオン・ゼウス、ブースト・ジャギー、これゴールド・ゴッド・ベイのジリオン・ゼウスですね、うん、対カオス・スプレッド・クロー、そして第3試合はジェイル・ヨルムンガンド・ヘビー・オービット対ゼノ・エクスカリバー・ジャーク・オービット、そして第4試合はドライガー・スラッシュ・グラビティ・リボルブ対ダーク・デッサイザー・トリプル・プレスですね。はい、以上の8つのベイで対決していきます、はい、それで、去年もやったんですけれども、ポイント制ですね。オーバーフィニッシュが1ポイント、スピンフィニッシュ1ポイント、バーストフィニッシュが2ポイントでやりたいと思います、はい、公平にやりたいので、僕が3回シュート、エイシン君3回シュートで、それぞれポイントの高い方が勝ちですね、うん、じゃあ早速やっていきましょう、うん、はい、ではまず私がビクトリーバルキリーヘビーウェイトでいきます。エイシン君が、僕はマットミノボロスクォーターユナイト、そうです、はい、3、2、1、ゴッシュ、おこれほら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 、中心を取るよ、あれでも取らせないよ、いい感じで跳ねてる、そしてバットミノボロス回転通してきた、やばい、やっぱりどうだ、足に乗るんじゃなかったか、どっちだ、微妙、イエーイ、同時かな、同時、同時ですね、同時だ、お互いにノーポイントです。3、2、1、ゴッシュ、おっと、いい感じ、あっ、やばい、ちょっと、ちょっときついかな、あ、こうなってさっきと同じ展開や、マットミノボロスが超綺麗、うん、エメラルドグリーンみたいになってる、ほんとだ、あー、3、2、1、ゴッシュ、おーい、変えた、はい、ベイ交代で私がマット・ミノボロス、クォーター・ユナイトです。はい、僕はビクトリー・バルキリー、ヘビーウェイト、はい、シー・ツー・ワン・ゴーシュ、うわ、来た、よし、これフラッシュシュートってんだっけ、そうそうそう、でもこれで体力使っちゃった感じかな、ね、ウェイトドライバーは鉄ボールがついてる、そうだよね、ことで、やばい、やばい、いけ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 、あー、バルキリーだな、 3,2,1 ゴーシュ、やばいやばいやばい、またまたまたやってしまった、軌道変わるとこうなっちゃうんだよね、いけ、そのまま中心を乗っ取って、センターを乗っ取れ、スルスルってスルスルって、お、いけ、いける、あれあれ、おーい、 3,2,1 ゴーシュ、お、いい感じ、いい感じ、いい感じ、やってやれ、やってやれ、やってやれ、すごい、はい、ということでビクトリーバルキリーヘビーウェイトが1ポイント、マットミノモロスクォーターユナイトが6ポイントで、マットミノモロス1回戦突破です、はい、はい、続いて A ブロック2回戦ですね。シン君がジリオンデスブーストジャギー、そして私がカオススプレッドクローですね、はい、3、2、1、ゴーシュ、おい、おお、ジャギーのコミュニケーション、このカオスの下のさ、この黒、あー、黒がさ、オレンジ色に綺麗に回ってて、うん、微動だにしません、カオス当たりません、そして来た、さあさあ、おお、強者バースト、強者バーストか、3、2、1、ゴーシュ、お、今回は最初から当たっていく、オッケー、おー、終わった、シー・ツー・ワン・ゴーシュ、フラッシュシュート打ってしまった、ちょっと遠心が跳ねてたかな、ポンポンポンって、確かに、まあでもさっきの1回戦目と一緒な感じだね、そうだね、この後カオス綺麗だな、ゼリーみたい、そしてどうなる、今回はバーサしなさそう、おお、カオス、はい、ベイ交代して私がジリオンゼウス、ブーストジャギーですね、はい、僕がカオススプレッドクロー、はい、
3、2、1、ゴッセン。おー、懐かしいな。スペインってスポーツの遊びでもあるから、うん、スポーツなんだこれ。そうそうなんだ。あの引く力が、うん、体力を消費するって感じで。そうかそうか、確かにそうだよね。おお、当たりをしました。シーズン1ゴッセン。おっとっとっと、暴れすぎた。暴れシュート。もうちょっと斜めに打たないといかんかったかな。そうだね、基本のアタックタイプって斜めに打つのが基本だからね。そうですか、すいません失礼しました。敵もアタックタイプだったら、水平に打った方がフラッシュシュートで相手を打ち狙えるけど。どうかな。え、あ、おー、なんとジリオンゼウスブワースト。スティニッシュ。3、2、1、ゴッセン。おーっと、斜めに、おーっと、いい感じ。おーっと、おーっと、押さえてる。クローが当たる音がしたね。うん、シャキーンって。当たんない、当たんない。当たった、当たった、当たった。さあ、どうだ、どっちだ、どっちだ。おー、ジリオンゼウス。はい、ということでジリオンゼウスブーストジャギーが3ポイント、カオススプレッドクローが1ポイントでジリオンゼウスブーストジャギーの1回戦突破です。はい、A ブロックの3回戦目ですね。ジェイリオルブンガンド、ヘビーオービット対ゼノエクスカリバー、ジャークオービット。はい、 3、2、1、ゴーシュ。さあ、中心での戦い。うわ、ゼノエクスカリバーがこのジャークディスクのおかげで2段に見える。本当だ。お、お、怖いっても、おー、負けた。 3、2、1、ゴーシュ。いけ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 、ゼノエクスカリバー暴れまくれ。暴れてるね。はい、剣が当たるとやばいかなって感じするけど。押せ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 。どうだろう。ゼノもやっぱ綺麗だな、うん、じわじわとなぶり。やばい、やばい。3、2、1、ゴーシュ。おっと、いきなり当たったけど、お互いにやっぱりパパは中心にシュートしないタイプか。端にシュートしてるからね。お、どうやらジェイルかな。そうだね、じわじわとナブリ殺し。はい、米交換して私がゼノエクスカリバー、ジャークオービットで、エイシン君がジェイリオルムンガンドをヘビーオービット。はい、3、2、1、ゴッシュ。おっおっおい、おい、フィニッシュ。おお、剣に当たって弾かれた。3、2、1、ゴーシュ。おー、バースト。3、2、1、ゴーシュ。お、また、いい感じで全然やってやれ、バーストしてやれ、頑張れ、ゼロ。やってやれ、ジェイル。おい、ゼロ、ビーフにしらいけ。どうした。はい、ということでジェイリオルムンガンド、ヘビーオビットが6ポイント、ゼノエクスカリバー、ジャークオビットが1ポイントでジェイリオルムンガンド、ヘビーオビット1回戦突破です。はい、では A ブロック第4回戦目ですね、はい、ドライガースラッシュグラビティリボルブ対ダークデサイザートリプルプレス。はい、3、2、1、ゴーシュ。あ、ドライガーの方がまん丸い、両方まん丸い。そうだね。おー、カチ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 。刃と刃が当たりまくってる。お互い引きませんな。どっち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 だ。おー、デッサイザー。3、2、1、ゴーシュ。おい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 、攻めろ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 。さっきと同じ展開だな。やはり刃と刃が、このあんま譲らないとこはいいね。そうだね、お互い譲れない。ちょっとドライガーがきついか。あー、おー、デッサイザー。3、2、1、ゴーシュ。ただ3連続で同じ展開。あー、カチッて当たるんだけどね。あれ、近くない。おっと、おー、ドライガー。米交換して私がダークデッサイザートリプルプレスで、僕がドライガースラッシュグラビティディボルブ。はい、
3、2、1、ゴーシュ。ドライガーをちょっと下見切れ。危ない。ほら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 、いけ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 。ダークデスサイザーのさ、リボルブじゃなくてトリプルディスクのさ、青でいい感じだよ。おい、ダークデスサイザー。3、2、1、ゴーシュ。アラの使い方、こういうのもあるよ。下にあるさ、結構斜めに。あ、そっかそっかそっか、それを狙いで、リボルブがね、うん、リボルブが空上だから、これを狙っている。なるほどね、でも当たらないと意味がないのかな。おい、意味なかった。3、2、1、ゴーシュ。どうでしょう、同じ展開かな。なかなか両者譲らないね。両方ともロック硬いんだよね、うん、おー、ダークデスサイザー。はい、ということでドライガースラッシュ、グラビティリボルブが1ポイント、ダークデスサイザートリプルプレスが5ポイントで、ダークデスサイザートリプルプレスが1回戦突破です。はい、はい、ということで、ベイブレードトーナメント2017年の A ブロック第1回戦やってみました。この4つが勝ち残りましたね、うん、どれが一番印象に残った？パパね、マッドミノボロス、これがすごい強かったと思う。僕はこのジオンゼウス。ジオンゼウス、ああ、そうだね、なかなか強かったですね、うん、準決勝と決勝はですね、また別の日に動画出したいと思います。はい、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったと思った方はですね、いいねボタンやシェアで皆さんに広めてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。